はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、美濃健治です。さあ本日はこちら新しいねキーボードのねご紹介していきたいなと思います。こちらドレボというメーカーのメカニカルキーボード、茶軸のやつですね。でお値段が現在 Amazon で5,999円、非常にお安くなってお買い得の商品になってますね。でこれはテンキーレスモデルです。基本的にテンキーレスモデルの方が安いですしね。まあ、あとは単純にゲームをやるならテンキーレスの方がマウスの可動域がね広がっておすすめなんでね。ゲームをやるのがメインで買う人はテンキーレスをねおすすめしますね。それではね開封していきましょう。オープン。はい、じゃじゃん。わ、こちら日本語配列になってますね。最近英語配列のキーボードばっか使ってるから、なんか日本語配列のキーボードがちょっと新鮮に感じる。ちょっと開けていきましょうか。で、こちらが付属品ですね。これがステッカー。で、こちらがマニュアルですね。まあ別にキーボードだからマニュアルもクソもないんですけどね。挿して、あとはソフトウェアとか使ってって感じですね。さあでは、開けましょうか。こちらが本製品ですね。結構質感いいですね。裏面が、ちゃんと背面の角度調整のやつもちゃんとありますね。見た目いいですね。あとこれは茶軸で、青軸ほど、まあクリック感はあって、オークアーツは赤軸と同じだったかな。クリック感のある赤軸って感じですね、茶軸は。でも配列は日本語配列と。非常に押しやすいですね、キーが。一応ちゃんと確認しましょうか。はい、茶軸ですね。これはあれかな、キーキャップ外す道具はついてないのかな。あ、ついてるか。ついてますね、こちら。あと、予備の。あー、これ外せるんだ。キーキャップ、その、この、こっちの、茶軸の、軸の方を外せるやつですね。壊れた時の予備がついてるんだ。これ一応便利ですね。あんまり使うことはないと思うけど。いいですね。見た目かっこいいですよね。結構好き。見た目は。この、板。キーボードの板も。まあ質感高いっていうわけじゃないけど、安っぽくもないかな。重さもまあそれなりにって感じですね。今自分が使ってるアーキスのやつよりは軽いけど、まあでもテンキーレスだからね、そんな重たいっていうことはないか。いいですね。茶軸初めて触ったけど、まあお店とかでは触ったことあるけど、いいですね、茶軸も。まあ今は俺は赤軸とか、銀軸のクリック感がないやつが好きなんで、あれですけど、でもそんなクリック感強くないですね、茶軸。いい感じですね。よし、それではちょっとこれ使ってね、使い心地とかね、確認がてらテロファンとかやっていきたいなと思います。はい、それではこちら、カスタマイズできるね、ソフトのね、紹介もしていきます。
こちらがカスタマイズできるソフトウェアですね。うん。ちょっとね、気をつけなきゃいけないのが、バージョン古いやつと新しいバージョンがあるんで、こっちが新しいバージョンなんでね、こちらの方をダウンロードしてください。URL の方をね、貼っつけておくんでね、必ず、こちらをね、ダウンロードしましょう。古い方だとなぜか、英語配列のままの、になっちゃうんですよね。よくわかんないけど。イルミネーションも種類も全然なかったし、まあ改めて調べ直すと、これがあったんでね、これを必ずインストールしましょう。キーを入れ替える、まあ、割り当て変えるときは、自分はいつもゲームするときは、キャプスロックを、シフトにして、で、シフトを、やりコントロール。で、こんな感じですね。あとなんか無変換とかも使うといい感じになると思いますよ。まあピン立てるとか。確か6番にしてたかな。シージの時はこんな感じだったかな。あと1番を基本的にエスケープにするかな。エスケープキー。結構ゲームって使うけど、意外と押しにくいんですよね。こんな感じかな、大体。まあ、あとはマップとか開くとき、M じゃないか、大体。そのときになんか、まあ、キーボードに割り当てるか、まあ、マウスに割り当てるかっていう感じですよね。あとはこれも、あれかな、無効化とか、できるね。まあ、ゲームするときは無効化とかするといいですね。ゲーミングモードとかはさすがにないのかな。いや、あるわ。Windows キー無効にするとあるね。いいね。ありましたわ。これソフトウェアとしても優秀だな。かなり。うん。プロファイルも何個も作れるね。これ削除するとはこっちを押すのか。なるほどね。で、新しく作るときは、これか。いいか。なるほどね。で、イルミネーションの種類が結構豊富ですね。最初静的でこう徐々に変わっていくような感じですけど。呼吸。ストリーマー、なんかこれ流れるような感じですね。いろんな色が。雨ってなんだろう。変わってるな。いろんなキーがいろんな光り方するの。ランダムで光るって感じだ。ホースレースランプ。ほほほほ。面白いな。あんまりないね、他のソフトには。輝き欲しい。おー。いろんな感じだ。面白いな。多分これは、あ、そうだね。キーボードを押したところが、反応し光るやつですね。水滴。あー、なるほど。押して、波紋が広がる感じか。それも面白いな。十字架。これも押したら、ああ、なるほどね。面白いな。リップルってなんだろう。うわあ。リップルに。へえ。オーロラ。へえ。ヒートマップ。ああ、これは全体が光る感じか。カスタムとかもできるんだ。レーダー。おお、中心をぐるぐるーって。面白いな。もうちょっと速くては、速度変えれるわ。
面白いなこれ。確かにレーダーだ。へえ。面白いですね。ああ、雨にもパターンがあるんだ。へえ。結構いろんなのあるね。これはかなりソフトとして優秀ですね。へえ。いいな。これでね、5999円ですからね。これめちゃめちゃコストパフォーマンスいいな。マクロも組めるし。すげえぞ、これ。あ、まあ、アマゾンだと茶軸と 青軸だったかな、あったの。なんか、公式のオンラインショップだと他のも買えるのかな。ちょっと、調べておきますわ。これかなりいいですね。へぇー。本当にコストパフォーマンスに優れてる。マジめちゃくちゃいいぞ、これ。びっくりだ。デザイン的にも結構かっこいいし。で、テンキーレスで安いし、おすすめですね。それではね、ちょっとね、レスポンスの確認のためにね、テロハントやっていきたいと思います。よし、そんじゃまあちょっとね、テロハントやっていきましょうかね。感触特殊指定は、かなり、これかなりいいぞ。かなり使いやすい、このキーボード。まあ、キーボードそのもので、めちゃめちゃ差が出るってことは、まあ、あんまりないんだけど。キーの配置っていうのはね、基本的にどのキーボードもまあ一緒だから。やっぱ違うのは軸の。まあ種類と、オーカーズとか、その辺で結構使い勝手は違うけれども、基本的にキーの配置が一緒だからね、そんなに違和感っていうのがね、生まれないはずなんで、どのキーボードを使っても。まあ、俺が使ってるめっちゃ特殊な形のようなものを使わない限りはですけどね。英語配列だろうが、日本語配列だろうが、そんなにね、変わんないはずなんですよね。ただまあ軸の違いによって結構ね、押し心地とか、オーカーズとかによってね、結構その辺の感覚が変わるから、これかなりいいっすね。キーボードはかなりいいぞ。コスパ最、コスパ的にめちゃめちゃおすすめできる。いいっすね。ちょっと残念なところもね、キーボードじゃなくてソフトウェアにあるんだけど、なぜかキーボードは日本語配列なのにソフトウェアが英語配列のやつなんで、キーの割り当てができないのがあるっていうのが残念なところですよね。それ以外はかなりいい感じかな、個人的には。はい、テロハント終わってのね、感想なんですけれども、ちょっとね、1点だけ訂正するかと、ね、ことがあります。ソフトウェアの感想なんですけれども、ちょっと新しいバージョンを見つける前にテロハントのやつ録画したんで、ちょっとね、ソフトウェアの感想は、あれについてはご了承くださいませ。ソフトウェアも良かったです。まあ総合的に判断してめちゃくちゃいいですね。コストパフォーマンス、まあレスポンス、ソフトウェア、どれをとってもめちゃくちゃいいですね。これが5999円、まあ6000円で買えるっていうのはね、すごくお得ですね。他のメーカーのメカニカルのキーボードに比べれば、
全然安いですよね。これはね、買う価値ありですね。正直めちゃめちゃおすすめできる。天気列でゲームにもね、向いてますし。あと一応英語の英語配列だと赤軸とか黒軸とかも売ってるんで、まあそっち欲しい人はね、そっちの方を買えばいいかなと思います。値段的にも全然変わんないんでね。非常におすすめできるものですね。ちょっと正直びっくりかな。まあ見た当初から結構コストパフォーマンスはいいだろうなと思ってたんだけど、想像以上 120% かな。想像以上の出来でした。これは本当にね、おすすめできます。もしね、安くてコストパフォーマンスいいのを探してるんだったらね、これめちゃめちゃいいですよ。うん。概要欄とかにね、Amazon のリンクとかも貼っておくんでね。これ本当におすすめなんでね。気になる方はね、購入ね、検討くださいませ。それではね、今日の動画、ここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、Twitter のフォロー、高評価などね、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あとブログとかもね、ちゃんと書いてるんで、そちらもよろしくお願いいたします。